こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は中学生の国語教科書サハラ砂漠の茶会のあらすじ解説漢字確認をやっていきたいと思います。みんな、サハラ砂漠知ってる？こちらです。アフリカにある世界最大の砂漠、その面積はなんとアメリカ合衆国と同じぐらいあります。そのサハラ砂漠に作者の千住博さんが行きました。その時一緒に旅行したのが遊牧民の男。遊牧民っていうのは家畜を連れて移動しながら生活してる人々のこと。サハラ砂漠、こんなん一人で行ったら危ないよね。もう無限に砂漠が広がってるから。だからその場所のことをよく知ってる遊牧民の男と作者の千住博さんは一緒に旅行したわけで、その旅行をする中でその遊牧民の男がお茶を入れてくれたの。紅茶を入れてくれたんだね。なんとサハラ砂漠の中で紅茶を飲むことになった。その時作者が感じたのは、あ、これ日本の茶道だ、そういう風に感じたの。みんな、日本の茶道知ってる？お手前頂戴いたします。こうやって礼儀正しくお辞儀して茶碗持ってね、こう茶碗をクックと回してこうやってお茶をいただく、これが日本の茶道だよね。この日本の茶道とサハラ砂漠で開かれた茶会、これに似た部分があったよって、共通する部分、実は根っこの部分が同じだってことを作者は発見したわけ。それって一体どういうこと？日本とサハラ砂漠って地球の反対側じゃん。すごく離れてる。サハラ砂漠の遊牧民が、そんな日本の茶道のことなんて知ってるわけがない。なのになぜ共通点があったのか。根本のところ、根っこのところでは考え方が同じだったのか。それは今回のこの解説動画を見てもらえばわかると思います。このチャンネルでは、中学生の国語教科書の解説動画を配信しています。全学年全出版社の解説動画を配信してますので、みんなが今使ってる教科書も必ず再生リストの中にあるはずです。探してみてください。もし教科書を持ってなかったとしても、解説動画を見てもらえばその内容が楽しく勉強できるようになってますので、そちらの方もご覧ください。現在は週3回以上のペースで動画を配信していますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではサハラ砂漠の茶会やっていきましょう。さっきも言った通り、このサハラ砂漠で開かれた茶会、これは日本の茶道の精神と似てる部分があった。その根っこの部分では同じだっていうふうに作者は思ったわけ。遊牧民の男が亭主になって、亭主っていうのはその茶会を仕切ってもてなす側の人のこと。そして作者の千住博さんが客、もてなされる方の側に回ったわけ。その遊牧民の男はどこからともなく枯れ枝を集めてきてね、その枝を使って火を起こしてお湯を沸かし始めたの。そして紅茶を入れてくれたんだね。で、古い絨毯を引いて、そこでティータイムが始まったわけ。使い込んだ真っ黒に焦げたポットで入れた紅茶、それをひびだらけのティーカップに入れて、作者は美味しくその紅茶をいただいたの。そして心からのお礼を言った。で、その時作者は思ったの。これが千利休が考えたお茶だって。千利休っていうのは16世紀の茶人、茶道のことをよく知ってる人で、その茶人の中でも千利休はもう一番有名、茶道といえば千利休っていうぐらい有名な人で、その千利休が考えた茶道っていうのは、まさにこのサハラ砂漠で遊牧民の男がもてなしてくれた茶道なんだ、こういうことを感じたわけ。なんでか、それはその千利休が考えた茶道具、この茶道具っていうのはこういうのね。これを使ってお茶を立てたりお茶を飲んだりするわけなんだけど、この茶道具はすぐそばにある何気ないものでいいよって、
何も高価なものとかを使う必要はないんだよっていうのが千利休の考え方だったわけ。確かにこのサハラ砂漠の茶会で使われた茶道具は使い古された絨毯だったり、ひびが入ったティーカップだったり、真っ黒なポットだったりしたわけでしょ。そういう道具でこそ伝わるものがあるんだよ。これが千利休の考えだったわけ。それで場所もね、日本の茶道、茶会っていうのは小さな茶室で開かれるわけ。こういう茶室ね、こういう無駄を省いた余計なものがない質素な空間、狭い空間の中で亭主と客が親密にお茶を楽しむ、これが茶道なわけで、その狭い空間の中から二人がイメージするものは、それは無限に広がってる宇宙をイメージするんだ、こういうふうに考えたわけで、このサハラ砂漠の茶会ではもうすでに宇宙のような空間が周りに広がってるのよ。周りも一面砂漠だからね、ここは火星かそれとも月面かっていうような景色が広がってる。どう？みんなもそんな広々とした景色の中でお茶を飲みたいな、こういうふうに思う人いるんじゃないの？日本は狭くて小さい茶室の中で宇宙をイメージしながら、無限に広がる空間をイメージしながらお茶を楽しんだけど、サハラ砂漠の茶会ではもうすでに宇宙のように広がっている空間の中でお茶を楽しむことができるっていうわけなんです。その他にも日本の茶道には重要な考え方がある。それは一期一会、つまり一生に一度の出会い、こういう考え方を持ってその茶会に挑みなさい。その人とお茶を共にできるのは一生で一回だ。そういうふうに思って誠意を尽くしてそのお茶会に挑みなさい。こういう考え方があるわけ。で、このサハラ砂漠の茶会では、その遊牧民と作者の千住博さん、多分もうこの先出会うことないよね。二度と出会うことがない男からもてなしをしてもらった。まさに一期一会の精神がそこにあったわけ。だから作者は、そのサハラ砂漠の茶会に感動したんだよね。時空を超えた美的体験ができた。そういう風に言ってる。この美的体験っていうのは、美しい、素晴らしい体験。心が動く、感動できる体験のこと。千利休が目指したお茶とサハラ砂漠の茶会が繋がった瞬間、時空を超えて繋がった瞬間だったの。だってそうでしょ？時間は16世紀と現在。場所も日本とその地球の裏側のサハラ砂漠。時間も空間も全く違うその二つが繋がったんだよ。美的体験っていう一つの体験をすることができたんだよ。そういうことなんです。その時に作者は感じたのよ。私とあなたは同じ人間だって。ね、遊牧民の男と作者って違う部分かなりあるでしょ。国も違うし、使ってる言葉も違うし、宗教とか考え方だってきっと違うだろうね。なのにその二人が一つの茶会っていう体験を共有することで同じ気持ちになることができた。ああ、そうなんだ。人間って同じなんだ。同じことに感動するんだ。そういうことに気づいた体験だったっていうふうに作者は言ってます。で、この体験、現代においてすごく大切な体験だっていうふうに作者は言ってんの。なんで？今、地球上にいろんな人が住んでるよね。国も違う、言葉も違う、考え方も違う、民族も違う、宗教も違う、いろんな人が住んでるから、人間と人間の間に壁ができちゃう、垣根ができちゃうわけ。だから、時には、あっちの人とこっち側の人は違う人間だ。敵と味方に分かれて争うことも起きる。戦争なんかも起きちゃうわけ。でもね、よく考えてみてよ。本当に違う人間なのって。二つの民族、二つの国の人、二つの言葉を使う人たちは、それ同じ人間でしょって。人間として同じ気持ちを持ってるでしょって。なんで二つに分かれて争い合わなければならないの？それが現代の問題点なんです。その人と人との垣根を取り払ってくれるのが美的体験だ。こういうふうに作者は主張してるわけ。
あるものを美しいと思う気持ち、ある出来事を素晴らしいと思う気持ち、感動する気持ち、それは国とか民族とか考え方に関係なく、みんなが共通して持てる体験だから。人間はみんな同じだっていう体験を美的体験がさせてくれるから。そういうわけなんだね。例えばね、こういうの。美味しいと思う気持ち。この中に人と人との違いなんてないよね。美味しくて嬉しく思う気持ち。これ人間だったらみんな持ってるじゃんか。実はね、作者、このサハラ砂漠に行く前に、ちょっとドキドキだったのよ。サハラ砂漠のご飯ってどんなんかなって、口に合うかなって、まずかったらどうしようって思ったの。だから、携帯用の醤油パックとかね、持って行ったの。一応ね。でも、そのサハラ砂漠について、遊牧民の男と一緒に撮った食事、それがめちゃくちゃ美味しかった。で、二人で美味しいなって思う気持ち、その気持ちを共にすることができた。いろんな違いはあるかもしれないけど、その美味しいと思う気持ち、一緒に食事できたら、それってもう二人の垣根取り払われてるよね。仲良くなれるわけよ。だって同じ気持ちになってんだから。ね、こういうのが美的体験。他にもあるよ。例えば芸術作品から感じ取る何か、その感動って、これ国籍とか宗教とか考え方の違いとか、そんなんないよね。バッハとかベートーベンの曲、この二人はドイツ人だけど、ドイツ人にしかわかんない。そんなわけないじゃんか。世界中のいろんな人が聞いても、そこから何かを感じ取ることができる、そういう体験ができる人間ってやっぱり一つだよね。同じだよね。こういうことなので、ここまで聞いて、あれ、その作者の主張って前にあった教科書の黄金の扇風機、こちらだね。この作者の考え方と違うんじゃない？そういうふうに考えた人がいるかもしれません。確かにこの黄金の扇風機の中で作者が言ってたこと、それは一人一人の美しいと思う感覚、美的センス、美的感覚は違うんですよって。で、違っててもそれでいいんですよ。こういうふうに作者主張してたよね。それと今回取り上げてるサハラ砂漠の茶会の作者の主張、みんな同じだよって、みんな美しいと思う気持ち同じだよって、そういう主張と違うんじゃない？全く正反対の意見なんじゃない？そういうふうに思う人がいると思います。でもこれはこういうことなの。黄金の扇風機の中で作者が取り上げた例、それはこんなんだったよね。黄金の扇風機、つまり金色の扇風機と涼しげな色の扇風機、この扇風機のどっちがいいと思うか、それは文化とか地域によって変わってくるよ、とか、靴だってね、黒いシックな落ち着いた色の靴がいいと思う人もいれば、その靴がね、金ピカな蝶々の飾りがついてる方がいい、そういう風に思う人だっている、そういうことだったよね。でもそれっていうのは好みの違いなのよね。その好みの違いはあったっていいわけ。例えばベートーベンとバッハ、どっちが好きか、こんなんは別に人それぞれによって違うでしょ。私はベートーベンの方が好きだっていう人、私はバッハの方が好きだよ、こういう人別にいてもいいわけよ。でもそのベートーベンとかバッハの音楽を聴いて受ける感動、その感動は人類共通だよねって。言ってみれば、例えばシックな黒い靴がいいと思う人と金色の蝶の飾りがついた靴がいいと思う人、二人いるとするじゃんか。でもその靴を履いた時、二人が嬉しいと思う気持ち、そこは人類共通でしょって。そういうことね。しかも芸術作品には大量生産された消耗品、例えば靴にしても扇風機にしても、時間が経ったら壊れちゃうね。何年かしたら新しいのに変えないとダメなもの、それに比べて芸術作品は違うでしょ。大量生産はされないし、その作品は何十年も何百年も後まで残り続けるもの。一つの芸術作品を作り上げるのに何年も修行して、たくさんの時間をかけてその一つの作品を作り上げていくわけ。例えばね、この作者の千住博さんは画家なのよ。なんでサハラ砂漠に行ったかっていうと、お寺に飾る襖絵を完成させるために、そこの襖絵に砂漠の絵を描かないとダメだったから、実際に砂漠を見にサハラ砂漠まで行ったのよ。で、そこまでやって本当の絵を描きたいと思ったわけ。
で、その襖絵の制作にかかった時間は、なんと6年。6年の歳月をかけて襖絵を完成させたってわけ。で、そういう芸術作品と、授業の合間に教科書に書く落書きの絵、そういう風な絵を比べて明らかに見る人が感じるものって違うでしょって。そこには好みとかを超えたもの、芸術作品から受け取る感動っていうのは人類一人一人が持ってるよねって。そこの部分は人間同じだよねって。そしてその同じだっていう部分に気づくこと、それが今の時代にとっても大切なんだよ。こういう風に作者の千住博さんは主張してるわけなんです。で、他にもあるよ。人類みんなで共有できる気持ち、美的体験っていうのは。例えば、野に咲く花。ね、これ見たらみんな綺麗だと思うよね。そして、人を喜ばせようと思う気持ち。これだってみんな美しい心だ。そういう風に思うよね。そこには民族の違いとか宗教の違いとか国の違い、そんなものはないのよ。こういうふうに美的体験、美しい出来事、素晴らしいこと、感動できる体験っていうのをみんなで共有することによって、あ、人間って同じだったんだって。向こうにいるあの人とこっちにいる私は、確かに表面上はいろいろ違うことはあるけれども、根っこの部分は同じ人間だったんだ。みんな同じなんだ。そこに気づくことができるんだよ。これが作者の主張なんです。どうですか今回のお話。サハラ砂漠の茶会。もう一回読み直してみて、人間に共通する気持ちって何かな、そこの部分を考えてみてください。いつもいいねコメントありがとうございます。これからも頑張って解説動画を配信していきたいと思いますので、応援のチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の授業でお会いしましょう。さよなら。